上を猿は走ってるんですか。そうなんですよ。マジっすか。運動会。すげー。おお猿だ。おおすげえ。高いんで低い方にいらないのを入れながら潰していけばまあ1本支えてみますか。そうですね。持った方が。三寸上がってこれの木も下ぐらいになるってことですね。まあ場所によってやっぱり変わっちゃうけど、ここだとこれの下ぐらいですかね、こっちはギリギリ一緒ぐらい。まあ計算上だから実際こう上に貼っていくとは厚みよりちょっと出ちゃったりすることもあるけど、傾いてんだよな。どうすっかはい、これは四角い穴を掘るものすごく便利なものですね。こんなのもあるね。おいしょ。大体隅通りなんだけどひねれてる。あの柱がこっちにすごい倒れてるんですよ。ということはあそこに開いてる保存穴が斜めなんですね。でまあ一応斜めに保存を作ったんですけど、これがついちゃえば今度この上を削ることができるんで、そう一応でもありましたね。出ましたね。よっしゃ。はい。よかった。いい位置に入った感じですね。